こんにちは、メイジです。鬼武者3の続きをやっていきます。今回モン・サン・ミッシェルのボスがいるんじゃないかなと思います。この先にで、おそらくベガドンナ、あの女ね。うわー、閉められた。あらー、罠か。ちょっと穴に入れよアホ。あ、出られる仕掛けがあるじゃんそこに。くそ、罠か。よく見ろって、なんか書いてあるし。こんなところでくたばってたまるか。それ読めって。ちょっとしっかりしてよ。アンリーじゃないんだって。ああ、サマノスケで助けんのか。パパ。お、だからすぐそうやって行くなって。待って、アンリー。うん、よし、ナイス。一体どうしたの。ミシェル、パパが危ないんだ。うん、じゃない。一人ではダメよ。どうや、私も一緒に行くわ。あら、ミシェル編。まずサマノスケを探すのよ。彼の助けが必要だわ。お、聞き分けいいね。あらあらあら、ボス戦始まると思いきやミシェル編ですね。そうだよな、もうあげちゃったからね。また球根のブレスレットを。え、これあんだけど。あ、でもダメか、アホがいない。ここから当たる、キーンって言ってるな。弾いてる、当たってる。あんま遠いと弾かれる。あれガードする一般人すげえよ。ここいける、よし、こっちから行きたいね。これダメか、こっち意味ないね。行くぞ、ここで、こっからやれてる。すげえ貫通してる。そういえば貫通弾だったんだ。え、そっちに敵いんの。いる。いや、このスナイパーライフルほんと強え。スナイパーライフルの使い方はしてないけどさ。ほい、ああ、弾くね。近くなら弾かない。かわいそう。動いた瞬間撃つぞお前。弱え。拾いたい、拾いたい。外役、いいね。お、宝箱あるよ。見にくいね。何ですかそれ。グレネード弾、とんでもねえもん拾っちまった。わお、わお、連射できないって書いてあるけどさ、バリバリ連射できんねん。これ私の中では連射って呼びますよ。強すぎる。ミシェルが最強だ。え、消えちゃった。ああいうアイテム拾わないと消えるんだ。アコがいねえとダメだな、やっぱり。ミシェル一番強えぞこれ今。すごい、何より力弱らなくて、しかも自分に誘惑しない。一人
と気がないわ。すごいね、あんな熱い扉から人の気配がないっていう感じ取る。すごい。はい、はい、自動で向いてくれるし、はい、見てろ、これが新しいお母ちゃんだぞ。ハリ大丈夫か？いた、お前だ。あれ、あ、オッケー、よし行こう。この曲かっこいいよね、すごい好きな。これガードしてでもかけれない、もしかして。ここってなんだっけ、あれ、あいつらで入ってないかも。サマノスケとジャックでここにいるかな。サマノスケ、サマノスケいた、ナイス。二人ともどうしてここへ。パパが大変なんだ。もう来た、ジャックが大変なんだ。パパに何があったの。大変よ、ジャックが罠にはまっちゃったの。なんとかならないの。無理、何か機械の仕掛けでどうすることもできないの。そんな。アコ、ジャックはどこにいるんだ。この建物の地下よ。アンリ行くぞ。え、ミシェル編終わった。うわ、終わったよ。そんな、これジャックにはなれないでしょ。なれない。ちょっとさすがにめっちゃあるから、まず固定をさ強化して、で自業章もさやっちゃおうよ。あ、銃は残んねえか。まあいいや、これからももうちょっと敵出るだろうし。マックス、あれ、あんま見た目変わってない。いや、でかくなったか。おりゃ、よし、行こう。こういうのは悪い、悪い、悪い、悪い。あれ、あー、やって強かった。なんだこれ。あ、やろう、許さんぞ。あ、やる、え、溜まってない。研究所5。どうやら時のねじれを生成するためには膨大な量のエネルギーを安定して供給することが不可欠らしい。よって空中から無制限にエネルギーを収集すべく屋根に装置を据え付けてやった。我々の現場科学は無から有をも生み出せるのだ。またエネルギーの供給量に極端な変動があると研究結果に大きく影響する。すでに8割以上の出力を保持するよう絶えず監視を命じる。なお、明智様の助の動向にも注意が必要であろう。このエネルギー収集装置は研究の生命線である。付近の警戒を厳重にするよう重ねて命令しなければなるまい。ギルデンスタン、なるほど、これを壊せばいいのか。え、違う、気味悪く動いている。壊せって、構わねえ、やっちまえ。おりゃ、まあいいか、こっから近いね。うわー、セーブしとくか。セーブして回復しとく。よし、 OK、 いきます。でもさ、こっち未来だから、未来でなんとかしてもさ、ジャックがどうにかはならねえだろ。うわ、何やってんのお前。お前そんな才能があったの。どうなのアンリー、ちょっと待って。すごすぎんだけど。ジャックが適当に叩いてもダメだったぞ。今のもさ、パパ、アコに僕と同じようにやって。そんなことが。パパ、僕と同じようにやって。いける？アンリー、今のカチャカチャカチャを。パパ、この順番だよ。ああ、パ
はい、その調子、覚えて。なるほどね。ここね、その調子、覚えて。これミスったらどうなの。うん、だんだん伸びてくんだ。え、もう覚えれない、もう覚えれない、無理。こう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 、あーもう覚えれない、あーもう分かんない。あー最初っか、この順番だよ。勘弁して、死んじゃう、死んじゃうよ。スキップできない、ここそこはもう覚えてる。パパ、次はこうだよ。ああ、頑張って、メモしたい。次失敗したらメモするわ。うん、その調子、覚えてね。次、あ、右にタイマーあるね。ああ、わかった。嘘。行くよ。あ、違う、四角先だ。バカ。死んじゃう、これ。これじゃ、え？パパ、何？この順番だよ。ジャック死んじゃう。パパ、次はこうだよ。焦るとダメなんだよ。パパ、そこはもう覚えてんだからさ。やめて。そこまでやるから。よし、次、四角先な。うん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 、四角左×、四角左×、次はこうだよ、四角左×から、うん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 、四角左×、×右、四角左××右。よし、わあ、あぶねえ。はあ、見ました？私の記憶力のなさ。記憶力だけはね、自信ないですよ。ありがとう、アンリ。助かったよ。助かったぜ。へえ、アンリが役に立ったね。さすがアンリ、あんな難しい仕掛け簡単に解いちゃうんだもん。うん、何なんだろうね。アンリのおかげね。あら、マル。ブランカンだ。サマノスケ、いよいよ時のねじれ装置を動かす時が来た。エッフェル塔。あそこエッフェル塔だ。エッフェル塔。だが目が変になる。お前らはそれを目にすることはできない。なんで？ここで死ぬのだからな。そうなの？脱出か？逃げるんだみんな！こっちよ！自ら壊すんだあれ。ゲンマが出てる。ミシェル、アニを連れて先に行け。あれ、溜まってない。痛い。モニムシャ編集しようか。おや、おや、モニムシャ編集で倒すね。結構もらえんだよ。おや、よし。あ、もうここまで来てんじゃん。セーブポイントもあるよ。いいか。ふう。なんかすげえ大変な脱出するかと思いきやすぐだった。そこは何か出てくるね。わら、番犬だ。ミシェルね。ミシェルでやるぞ。でも球根のブレスレットはもう、うわ、ミシェル、
一人だったら強いのに。ミシェル、アンリが戦うか。いや、サマノスケだ。あいつ、500年の眠りから覚めたのよ。ジャックだもんね、戦ったのは。よーいしょ。寝た。こっちを割ればいいんでしょ。あ、やべ、使えない。あ、痛い。使える武器をこっちにしようかな。よいしょ、こういうことか。いた。先を見された。え、ちょ、それはない。これ寝てるときって回復も使えないから、今のは相当危なかったね。これ。よいしょ。はい。はい。うわ、これやりやすい。回復きたよ。ちょちょ、回復なくなった。SP も、ああ、それは、うわ、突進が氷になったの。弾薬使おう。いや、武器は、いや、でもこっちの方が強いからな。レベルは高い。よし、全弾当たった。ちょちょちょ、リジンに当たんな。突進は跳ね返ってくる。ガードしたけどダメか。あ、割れた。すごいよ。割れてねえか。結構ノックアップするっていうね。ああ、頑張れ頑張れ。痛い。ちょっと通れねえ。やばいやばい。ああ、こいつ強えぞ。あのジャンプ装置がなきゃ。いた、はあ、傷薬。よし、いやー、めっちゃ強え。魂とか捨てる場合じゃねえ。邪魔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 、ちょっと危な。ここだ。よし、バック、ナイスのバック。やばい、危ない、やばい、それに弱い、やばい、危ない。よし、死ぬとこだった。弾薬だ。触ってる。いや、さっき変なところで鬼武者変身しなきゃよかったな、マジで。前回だったっけ。終わった。いえ、吸ってる時はやめて。よし、まあ、また出てくるとは思ってたけどね。片方しか割んないで終わったから前。え？死んじゃった？
そんなヤワな女じゃねえだろ。ミシェル、いや、やば、伸びてるよ。わあ、生きてた、よかった。ミシェル大丈夫よ、アンリ、大したことないわ。よかった。ミシェル、アンリ、お母さんって呼んであげな。よかった。アコ、こっちはもう大丈夫だ。ジャックのところへ行ってやってくれ。おお。パパに伝えて、ミシェルをお嫁さんにしてって。あらあら。わかったわ。いいね。お嫁さんにしてなんて。爆発するぞ。わあ、綺麗なムービーが。大丈夫、ミシェル、しっかり伝わってください。ああ、それはもうやばい。おお。イエーイっつってね。でジャックに行く。さあ、なんて伝えるかな。アコ、大丈夫、おっさん。なんとかな。アンリとミシェルはうまくいったよ。ありがとう。よかったね。もうミシェルとゴールインできるよ。ゴールイン。そうだな。よし、先を急ごう。オッケー。よく考えたらさ、別によく考えなくてもだけどさ、こんなことをゴールインっていうのやばいですよね。結婚したとこがスタートなのっていうね。そこで終わった気になってんのがやばいよね。はい、じゃあ今回ここまでにしましょう。ここでセーブして終わります。じゃあ次回ジャックでモンサンミシェルをぶっ壊していきたいと思います。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。